来た。氷ありますよ。いえ、結構です。予約のお客さん。そう、ここは浜田です。ずいぶん早かったですね。私はユージ、それでこいつがコージ。どうぞ。それ後で私が。どうぞ。大きな看板出すとお客さんいっぱい来ちゃうでしょ。これぐらいちょうどいいんですよ。あっちが海で、こっちが町。
それだけ覚えとけば大体大丈夫。それじゃあごゆっくり。あ、この辺りは携帯電話が通じません。もし誰かに連絡を取りたい場合はうちの電話使ってください。春先のお客さんは3年ぶりです。よく迷わずに来れましたね。は？私の書く地図は分かりづらいみたいで、ほとんどの人が迷うんですよ。ひどい人だと2時間以上この辺うろうろして。2時間？分かりやすく書いてるつもりなんだけどな。まあこれ以上お客さん増えたら困るからちょうどいいんですけどね。そういえば迷わずに来たお客さんも3年ぶりです。才能ありますよ。ここにいる才能。お腹空きました？あ、少し。あ、そうですか。じゃあ早く行きましょう。今日は大切な人が来たので夕食は外でみんなと一緒に食べます。え、いえ、私は結構です。あ、そうですか。じゃあ冷蔵庫にあるものを適当に食べてください。よし、それじゃあ私行ってきます。じゃあ、
はようございます。何？朝です。え？今日もいいお天気。と思ってました。何やってるんですか？メルシー体操です。メルシー、一緒にやりませんか？さあ、遠慮しないで。私は結構です。そうですか。朝ごはんですよ。はい。
さあ食べましょう。この野菜ね、全部今朝の取り立てです。よし、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。さっきの体操は？メルシー体操。は？さくらさんのオリジナル。春の間は毎朝メルシーです。毎朝？はい、あれをやらないとなんか一日がスッキリしなくてね。毎朝ですか。それ私の自家製、毎年自分で作るんです。去年のよりうまくできたと思うんだけどな。絶妙な塩梅。梅はその日の難逃れといって、朝出かける前に梅干しを食べるとその日一日は難を免れるって言われてるんです。梅干しと友達は古いほど良いとも言うけど、あれはどうかな。私はあんまり古い友人がいないもんで。梅は香りに、桜は花、うん、梅と桜を両手に持つ。何ですかそれ。今の私の気分。今日は観光しようと思うんですけど、はい、どこかいいところありますか？観光？ええ。この辺を？はい。観光するとこなんてありませんよ。え？じゃあここに遊びに来た人は一体何をするんですか？黄昏る？黄昏？黄昏ですか。無理。おいしかった。Thank you.
ちそうさま。ありがとうございます。氷ありますよ。いえ、かき氷じゃなくて何か冷たい飲み物でもいただこうかと思って。かき氷以外のものはありませんよ。は？ここにはかき氷以外のものはありません。え？浜田のお客さん？もう時間？ああ死にたい。今度のクラスまるで可愛い男子がいないのよ。ごちそうさま。ありがとうございます。氷ありますよ。いえ結構です。かき氷は苦手なので。ご飯ですよ。すいません、黄昏町お邪魔して。いえ黄昏てなんていませんけど。ご飯です。ここではいつもみんなで一緒にご飯を食べないといけないんでしょうか。いいえ。では私はまだお腹空いてないので。はい。こんにゃく食べてましたよ。何でも食べるんですね。聞いてますか？あ、聞いてますよ。本当に？ねえ。あ、どうぞどうぞ。春菜さんが美味しそうなお肉をもらってきてくれて、せっかくだからみんなでバーベキューをしようってことになったんですけど、黄昏中に無理に誘ったら悪いかなと思って。黄昏？美味しい。どうですか？美味しい。いただきます。はい、どうぞ。すいません。うまいでしょう。どんどん食べてください。
誘われるというのはこの辺の習慣か何かですか？そんな大したもんじゃありませんよ。癖みたいなもの。癖？なんとなく誘われるのが得意な人が集まってるっていうのかな。はい。確かに得意そうですね。得意じゃないんですか？私は別に。それは珍しいですね。珍しいですか？ええ。この時期にここに来る人は大抵黄昏が得意ですから。私もそうだし、ユージさんは天才だし、さくらさんのそれはもう夕焼けとかそういったもの見れば自然と黄昏れますけど。え、夕焼けを見て黄昏れるだなんて意外と意外と単純ここは黄昏れる以外には何かないんですか？何か？何かね。でも黄昏れないのに一体何をしにここに来たんですか？え？いろいろ。ほら、何もないけどここには美味しい肉や魚があります。それに今はさくらさんのかき氷も。かき氷は苦手なんで。おいしい。おはようございます。朝です。今日もいいお天気ですよ。あの、はい。ここでは毎朝起こされなくてはいけないんでしょうか？いいえ。では少しほっといてください。無理。あ、お先にいただいてます。あれ、今日までのお会計お願いします。え、少し気分を変えたいので他の場所に行こうと思います。どうもお世話になりました。あ、そうですか。東の方にもう一軒宿があるって聞いたんですけど、マリンパレス。あ、それです。マリンパレスか。マリンパレス、あの、あそこは黄昏れるにはちょっと。私はここに黄昏に来たわけではないので。でもマリンパレスに行きます。場所教えてください。今すぐに。え、今すぐに。朝ごはんは？
梅干しぐらい食べないと。梅はその日の何逃れって朝出かける前に。結構です。それじゃまた。ですね。そうですか。とりあえず必要なものだけ持ってきたんですけど。必要なもの？読もうとしてた本とか。本。でもここじゃ読めないでしょ。さくらさんはね、毎年バッグ一つでここへ来るんです。ちょっとその辺に買い物にでも行くような感じで。毎年。ユージさんとさくらさんというのはどういうご関係なんですか？どういう関係に見えますか？兄弟とか。じゃあご夫婦は？どこをどう見たらあの二人が夫婦に見えるんですか？人を見るなさすぎ。じゃあどういう関係なんですか？ものすごい関係。毎年来るってことは、つまり毎年来るってことですよね。さくらさんは毎年春になるとここへ来ます。どこから？さあ、どこからでしょう。曲がるはずなんだけど、曲がるべき道がない。ちょっと地図見てもらえますか？はい。これじゃちょっと、いや意外とたどり着くものなんですよ。そんなだけど、なんとなく不安になってきて、それでも2分くらい我慢して走ったらそこを右ですって。あー、なるほど。あ、授業が。あ、また遅刻。今月4回目なんです。授業、まあ、いつものことですから。私はこれで。どうもありがとう。まあ大丈夫だと思います。気分を変えるという意味では。あ、それじゃ。
大丈夫、心配ないですよ。さあ行きましょう、ね、さあ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 、どうぞ。え？午前中は畑仕事で、午後からはお勉強会。お勉強会？ここではね、みんなでお互い協力して尊重し合い、土に触れることで自然の恵みから生きている実感を得て、太陽、そして宇宙万物すべてに敬意を払って日々過ごそうっていうコンセプトなんです。コンセプト。そうしていただくご飯はね、この世の何よりも美味しいの。わかります？わかるわよね。ちょっと大丈夫かな。
ればよかった。
はようございます。おはようございます。でしたね、いろいろとご迷惑をおかけしてすいませんでした。いえいえ。さあ朝ごはん食べましょう。よいしょ。じゃあいただきます。いただきます。さんもメルシー体操一緒にやったらどうですか。え、うんうん、明日から一緒に。じゃいえ、私はやってたじゃないですか。あ、何のことですか。やってたくせに。やってませんけど。春菜さんはなんで泊まり客でもないのにいつもここでこうして一緒に食べてるんですか。昨日見ました、自転車の二人乗り。質問の答えになってないんですけど。さくらさんの後ろ乗ってましたね。ええ、乗せていただきましたけど、それが何か。うんうん、それはできることなら私も乗ってみたいな。さんはなんでここに来たんですか。え、こんな時期に一人で来るなんて何か理由があるんでしょ。黄昏が得意なわけでもないのに。まさか。私は携帯電話が通じなさそうな場所に行きたかったんです。それだけ。いけませんか。それだけってことはないでしょう。絶対ないですよ。絶対ない。それだけじゃダメですか。何か理由がないとダメですか。いいですよ、とてもいいです。うんうん、そう、ここはね、携帯電話は通じないの。いいでしょ。いいんですよ。さあ、どんどん食べて。梅干しは何でしたっけ。梅はその日の何の害。いただきます。また遅刻。ごちそうさまでした。行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。春菜さんはね、高校で生物の先生をしてるんです。へえ、あの人が。
こんにちは。こんにちは。予約のお客さん。いえ。先生。なんで？探しました。ビール。こちらのご主人が勧めてくださいまして。ああ、先生、ここで飲むビールは最高です。よくここが分かったね。それはもう僕は何よりもかによりも先生を思ってますから。嘘。嘘です。空港からここまで相当迷ったでしょう。え、全然。エビ。はい。うわー、近所の人にもらったの忘れてました。忘れてたんですか。さあ、いただきましょう。はい、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。どなたですか。さあ、よいしょ。春の海、ひねもすのたりのたりかな。先生。
ヒネモスってなんだかご存知ですか？さあ。一日中ってことです。春の海は一日中うとうとするなと。よもぎくん。はい。入らないの？そんなすぐには帰りませんよ。いつまでいるつもり？飽きるまで。先生。はい。ここで飲むビールは最高ですが、黄昏れるのも最高です。え？得意ですか？黄昏れるのに何かコツとかあるんでしょうか？コツね。例えば昔のことを懐かしく思い出してみたり、誰かのことをじっくり思ってみたり、そんなことじゃないですか？そんなことですか？そんなことです。じゃあユージさんも誰かのことをじっくり思ったりするんですか？私はそんな、私はただここでじっくり待つだけですから。何を？過ぎていくことを、なんちって。でも、あの時あのかき氷に遭遇してなかったら、私も浩二もきっと今ここにはいない気がします。コジはね、大切なものを何でもしまっとく癖があるんですよ。だけど、何をしまったか忘れてしまうみたいで。そこがコジのいいところです。そうですか。食べてみるといいですよ。さくらさんのかき氷。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさま。はーい、はい、ありがとう。また来てね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。氷ありますよ。いただきます。いただきます。あ、
はい、どうぞ。いただきます。いただきます。ずるっ。ああ、死にたい。可愛い男子がいないと生きていく意味なんてない。学校はいいんですか？いいんです。休憩、いくら真面目にやってても休憩は必要です。そうでしょ？確かに。人生で一番のかき氷でした。あの、これおいくらですか？かき氷。さっき来ていた氷屋さんには氷をいただきました。かき氷に？ええ。じゃあさっきの女の子は？
かき氷に。そうですか。私はどうしたら。春菜さんは何を。私とユージさんはマンドリン。マンドリン。釣れますか。いや。どうかしましたか。し、あつき。大切なのは焦らないこと。焦らなければそのうちきっと。
妙子さんは一体何者ですか？何者でもありませんけど。あてもなく一人旅ですか？いけませんか？いつまで？飽きるまで。早く飽きてください。え？何ですかそれ？え？いや、何作ってるんですか？いや、別に。別にって、何作るか決めないで編んでるんですか？ダメですか？いや、ダメじゃないけど。春菜さん、何か欲しいものないですか？え、私？帽子とか手袋とか。いや、特に。あ、何でも言ってください。作りますよ、何でも。いいです。いりません。ずいぶん綺麗に編みますね。編み物って空気も一緒に編むって言いますよね。え？綺麗に揃った編み目だなって。やっぱりそうか。え？何度編んでもそうなのよね。綺麗に揃ってるけどつまらない。つまらないなんて言ってませんけど。つまらないんだよな。つまらないなんて言ってません。え、いいじゃないですか、ぴっちり綺麗で。つまらなくないですよ、全然。つまらなくなんかないです。なんで笑うんですか？朝顔ですか？コンボルブルスです。あ、これガーベラ？それはブルーデージ。ふざけてます？いえ、真剣です。
さくらさんって普段は何をしている人なんですか？普段？春以外。なんでそんなこと聞くんですか？いや、なんとなく気になって。チベットでヨガを教えてるとか。ヨガ？プラハでオペラを教えてるとか。オペラ？なんてよくわかりません。わかったとしてもだからってどうなんでしょう。自転車の後ろ乗ったくせに。先生、さくらさんの自転車の後ろに乗ったんですか？ええ、乗りましたけど。僕も乗りたい。釣れますか？いえ。プラナリアって生物知ってます？かわいい目がついていて、尻尾を切っても頭を切ってもまた生えてきて、切る具合によっては頭が2つ生えてきたり2匹になったりして、再生能力が非常に高い。今それを授業でやってるんです。死なないんですかね、そのなんとかは。プラナリア、そう、もしかしたら永遠の命。すごいでしょ。うん、すごいかな。でも僕はいいや。こんにちは。ビール飲みませんか？はい。先生。うん？旅は思いつきで始まりますが、永遠には続かないものですよ。知ってる。先生。うん？僕はそろそろ帰ります。先生は、thank you.
Mir ist bewusst, was Freiheit bedeutet. Folge dem Weg geradeaus. Meide die Tiefen des Meeres. Doch hab ich solche Worte hinter mir gelassen. Der Mond scheint auf jedem Weg, wie die in der Dunkelheit mit Diamanten schwimmenden Fische. Heiß wie durch Zufall Mensch, und hier bin ich. Was hat ich zu befürchten, mit was zu kämpfen? Bald ist es Zeit, die Lasten zu legen. Erteile mir noch mehr Kraft, Kraft zur Liebe. Mir ist bewusst, was Freiheit bedeutet. Mir ist bewusst, was Freiheit bedeutet. はい、ありがとう。どういたしまして。バイバイ。バイバイ。地球なんかなくなってしまえばいいのにって思ってました。ここに来るまでは。何があるんでしょうか、ここの海には。さあ、何でしょう。何もないからいいのかな。何か欲しいものがあるのですか。え、大きいですね。人は死んだらどうなるんですか。このお魚と一緒です。一度死んだら二度は死なない。これ、かき氷のお礼です。
ですか？そう。毛糸の…何でしょう？もうすぐ夏なのに。おはようございます。おはようございます。さくらさんは？来年もきっといい梅干しができます。うん、失敗。梅はその日の何逃れですね。ありがとうございました。お気をつけて。
辺り右に曲がるはずなんだけど、曲がるべき道がない。ちょっと地図見てもらえますか。なんとなく不安になってきて、そこから80メートルくらい走ったらそこを右ですって。ああ、なるほど。慣れると結構わかるものですね。え？この地図。ああ。でもやっぱり普通の人には難しいと思います。そうですね。妙子さん、初めて浜田に来た時、ユージさんの地図で迷いました？いえ。それ、私以来の快挙ですよ。え？才能あるって言われませんでした？ユージさんに。ここにいる才能？そう。喜ぶべきなんですかね。さあ。
迷わずに鳥は海を渡る暖かな月は人を照らす そして季節は色づき この場所に立ち風に吹かれいよ大地も人も愛しく私